はい、橋本です。今回は、僕が日頃愛用しているペダル型のチューナー、これをご紹介しようと思います。それがこちら、これです。ボスの TU3W ですね。ワザクロフト製のボス製のチューナーになります。これを、なんで僕が日頃愛用しているのかっていうのを最後にまとめとしてご紹介いたしますので、ぜひ最後まで見てってくださいね。で、またこの動画参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。ではまず早速ですが、性能を見ていきましょう。はい、では早速このチューナーを使ってチューニングをしていきましょう。今回チューニングするのは、ギターとベースそれぞれ、多弦、ギターが8弦でベースは5弦を使ってチューニングしていきます。で、このチューナーには2つのモードがあって、1個目はこういう普通のタイプのチューニングのメーター方式と、あとはボタンを1回押すとストロボタイプって呼ばれるもののチューナーになります。この2つを使ってチューニングをしていこうと思います。では早速ギターの方からチューニングしていきましょう。まずは普通のチューナーのモードですね。はい、こんな感じです。どうでしょう、弦を弾いてからの反応速度とメーターのこうギラギラしなささっていうのかな、多弦の7弦8弦だと結構かなり出てくるチューナーって結構あるんですけど、これは比較的抑えられていて、なので7弦8弦多弦ギターを使っていても合わせやすいチューナーになってますね。じゃあ次ストロボで合わせていきましょう。こんな感じです。ストロボも見やすいですね。反応も早いし。で、なぜかストロボって結構本当にかっちり合わせるのって難しいんですけど、精度が良すぎるチューナーっていうのはこれ絶対止まらないんですよね。なので、現場で使いやすいようにある程度のところでピチッと止まるように何か細かな設定をしてるのかもしれないですね。これはちょっと憶測なんですけれど。じゃあ次ベースやっていきましょう。一旦スタンダードモードに戻します。じゃあこちらもレギュラーチューニングでチューニングしていきます。こんな感じですね。最後特に5弦の B を弾いたんですけれど、普通のチューナーってここの音って拾いにくくて、オクターブでこう鳴らして合わせる方なんて結構いらっしゃいますよね。でもこのチューナーだったら開放弦を鳴らした時でもピチッとこう合ってくれるというようになってます。これ謎技術ですね。これ素晴らしい。ギターでもベースでもどっちでも低くても取ってくれるっていうのは素晴らしいことですね。はい、というわけで今度はストロボやっていきましょう。こんな感じです。このボスの TU3W ストロボチューナーの方は個人的には使いやすいですね。はい、というわけでチューニングはこんな感じです。あ、
そういえばちなみにここを長押し、このボタン、ここのボタンを長押しすると、めっちゃ光るようになります。こんな感じ。動画だと分かりにくいんですけど、これめちゃくちゃ光ってます。なので、あの真っ黒なステージっていうよりかは、何でしょう、光が当たってて照明とかで全くチューナーの針見えんってなった時にこのモードは役に立ちますね。普段使いだとこれ明るすぎるんで普段は全然使ってないですよ。普通の元のモード、こっちのモードでやってます。以上です。はい、では次に、このペダルの真骨頂バッファーアウトとトゥルーバイパスの音を聞き比べたいと思います。今接続順としてはギターからこのチューナーに入って、その後ろに5メートルのケーブルがつなげられている状態です。でバッファーアウトにとトゥルーバイパスの切り替えについては、ここの後ろに背面にスイッチがついていて、そこを切り替えると行えるようになっています。ではまず、トゥルーバイパスの音、要はバッファー、このチューナーのバッファーを通ってない音を実際に聞いてみましょう。こんな感じです。じゃあ次にバッファードアウトの音に切り替えてみます。こんな感じです。この2つを比べてみると、バッファードアウトの方が、まあ、きらびやかな音というか、まあ、張りのある元気な音がしますよね。これが、まあ、ギターの音がケーブルを伝ってきている直の音がこのバッファーアウトの音になります。でトゥルーバイパスの音はさらにケーブルを通って、この後ろから、ここのケーブルからですね、後ろを通って音が劣化している状態になっています。要はその長いケーブルを通ることで高音域が特にダメージを受けて、何でしょう、溶けてしまっている、まあ、なくなっていってしまっているんですね。それをこのチューナーのバッファーを通してあげることで、ハイインピーダンスからローインピーダンスに、難しい言い方をするとそうなるんですけど、まあ、要はこのバッファーを通って強い信号に変換をしてあげて、後ろに通るケーブルの影響をなるべく少なくしましょうねっていう働きが起きています。そうすることでギターの元々の元気な音っていうのをそのままアンプに伝えることができるようになってるわけですね。はい、いかがだったでしょうか。このチューナーを愛用している理由なんですけれども、まあ、大きく分けると3つありまして、まあ、まず1つ目、まあ、安心のボス製品っていうところは結構大きな割合ですね。たくさん、まあ、踏み抜いたとしても、まあ、壊れにくいってのもそうなんですけど、まあ、仮にね、僕は今まで体験したことないですけど、まあ、壊れたとしても、あのすぐに買い直せる、だいたいどこにでもあるっていうのも選んでるポイントであったりします。で、何よりもあとは個体デザインが優秀ですね。こうあって、こうどこをこの辺どこ踏んでもオンになるっていうのもそうですし、まあ、単純に見た目、この見た目、ボスのコンパクトの見た目を個人的に好きだったりします。案件じゃないです、個人的に好きですっていうのがまず1点で、あとは多弦ギターと多弦ベースにもお構いなしで使えるところっていうのが2つ目ですね。で、これは、まあ、僕が、まあ、普段ベースは5弦で、まあ、ギターは8弦っていうのを使ってるんですけど、ちゃんと拾えるチューナーっていうのを、まあ、探していて、でそれでこれがヒットしたと。で楽器屋さんで試して、あ、いいねってなって、まあ、迎え入れたっていう形なんですけど、精度がいいエフェクターってたくさんあるんですけど、なんだろう、うまい具合、精度が良すぎると今度反応が微妙だったり、反応速度っていうのかな、あのちゃんと真ん中に針が合いにくかったり、まあ性能が高いがゆえの、まあ弊害っていうのがあるんですけど、あの僕が単純に感じたことなんですけど、そんな印象がありますね。なんかプレイヤー目線な感じがしていて、僕はすごく好きです、こういうので。3つ目、
これはバッファーアウトの音が気に入っているからっていうのが3つ目ですね。まあ何よりも、まあボスのバッファーで巷だとなんか音が痩せるだろなんだろって言われてて、まあそれが技クラフトが出る前はもうしょっちゅう言われてたんですよね。で、まあこの度技クラフトでもうチューナーもこだわったから、まあこれ使っときゃ間違いないでしょっていうのをボスが出してきたと。で最初僕そんなになんだろう当てにはしてなかったんですけど、まあ、試してみたら結構これが気に入ってですね、クリアで元気なサウンドっていう印象がちょっとあって、まあ僕がやってる音楽って割となんだろう現代的な音楽、まあすごい綺麗な音とか、まあ綺麗に歪ませてる、まあがっつり歪ませる時もあるんですけどっていう時が多くて、まあそんな時、まあ現代的な音楽音にマッチしてるんじゃないかなと個人的には思ってます。なんでこのチューナーは普段だとまあチューニングする時ももちろん使うんですけど、例えば外でちょっとしたライブをやる時、足元の先頭に入れておいて、まあ、エフェクターボードを作るっていう時には結構愛用して入れていたものになりますね。今はもうエフェクターボード解体しちゃったんですけど、まあそのうち例えば外で何かしらやることがあれば先頭にはボスの TU3W を入れてやりたいなと思ってます。てなわけで今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。